吉田さん、最強のシステム、YouTube、Google、まあそうなんですよ。最近もね、私こういうお誘い受けたんでお断りしたんですけども、やっぱりね、最新の集客ツールを構築しました。つきましては、そちらの方をご購入いただいて、ぜひね、久保さんの集客活動にご利用ください。そういうね、くだりだったと思います。まあいろいろと他にもね、ブランディングするためのキーワードがボンボン埋め込まれていたんですけども、要は集客ツールのすごいのができたんで買いませんか、そしてそれを使って久保さんももっともっとブランディングに使ってくださいみたいなね、そんな文言だったと思いますけども、で私が聞いたのは、あ、なるほど、今回その集客ツールを使って私にアプローチしてくれたんですかっていうふうにお話したらね、そうじゃないですっていうことだったんですよ。まあやり取りはもうちょっと長かったんですけども、単純に言うとこうです。以前もね、YouTube 集客セミナーっていうのがあったんで行ってみたら、参加者は私しかいなかったみたいなことがあったんですけども、ずいぶん前ですけどね。とかくその集客ツール、なんか集客が簡単になりますとか言う人で、いや集客が得意な人いないなと思ったんですよ。これは FX のねツールでも言えるんですけども、 FX の自動ツール、自動売買ツールって基本的に勝てない人が買うんですよね。で勝てない人が売ってるんですよ。しまいには勝ててない人が作ってるんですよ。いやこういうことを考えると、集客ツールも自力で集客できてる人は別に集客ツールいらないじゃないですか。だから集客ツールを必要としてる人は集客ができてない人で、集客ツールを売るのは集客が苦手な人で、それを作ってるのも集客がうまくいかない人なのかなと思っちゃうんですよね。だから最強のシステム YouTube っていうのは、いや本当そうでね、 YouTube ずっと動画アップロードさえしておけば、まあそれで集客できるから別に何のツールもいらないよと。YouTube という世界に稀に見るね、世界冠たるツールがあるわけなのに、なんでそれを無視してなんとか集客ツールみたいなのを何十万も出して買わなくちゃいけないのかなと。で買っちゃう人ってのはこの思考にたどり着かないんですよね、きっとね。で集客活動っていうのは本当地味なんですけども、あったかいもんだと思います。自分の発信に対して反応してくださった人を本当ありがたいなと思いながら、またね次のアプローチを、例えばワントゥーワン動画撮ってみるとかっていうのもありますけども、この人は何を求めているんだろうと、自分でいいんだろうかってことを一生懸命取り組んでいけば、その人の縁ができる。で、アクセスが1っていうのが本当に貴重なものになっていくと思いますけども、例えば集客ツールとかリストを買いますよね。例えばリストを1万リストを、例えば3万円とかで買いましたって言ったら、そのリストに対して何か思いはありますかね。どんな情報をこの人たちは欲しがってるだろうって考えるかなと思うんですよ。適当に発信していって反応があった、反応がなかった、いいリスト、悪いリスト、こういう風になっちゃうのかなと思います。まあ情報発信者がそれではね、やっていけないんじゃないかなと思います。いやでもね、今回の動画ね、後ろに R34 がデーンと映ってて、やっぱいいですね、このシルエットね。田んぼとの比較がまだなかなか面白いということでございます。まあ、私のナイト2000は今車検の方に出かけてますけども、あ、そうだ、吉谷さん、昨日ね、ディオゴスティーニの週刊ナイトライダー、あれがね全国創刊されたんですよ。今までは限定販売だったんですけども、全国創刊になるにあたってYouTube ライブがありまして、主演の声を当てている佐々木勲さんと、キッドの声をやっている野島明夫さんとかね、そこで生アフレコとかしてくれたんですよ。いやこのね喜びとか感動はねひとしおでしたね。で、やっぱりなんていうんですかね、まあ普通はその月刊ナイトライダーの8分の1サイズでも115を集めて1つのモデル作るのに20万ぐらいかかるんですけども、いやそれもなかなか選べないじゃないですか。でやっぱ実際ね、本物を一回乗ってみたい、本物を一回ね運転してみたい、自分のものにしてみたいっていう気持ちは昭和40年代生まれの男の子だったら結構持ってると思うんですよ。でその中で私はまあ持っているぞと、まあ優越感があるわけじゃないですけど、確かにありますけども、自分の求めているものが今自分の手に入っているっていう喜びっていうのも、これも言ってみればね、集客の効果だと思うんですよね。どういう集客かっていうと、ナイトライダーね、ナイト2000、1台を自分の手元に引き寄せたっていう効果とも言えるのかなと思うんですよ。結論としてはね、求めればきちんと手には入るんじゃないかなと思います。でその方法を知ってる人はまあいないと思いますけども、いろいろ手を下してみると、確かに、ね、自分の思いっていうのは形になる瞬間があるなと思いました。でそれを別の言い方ですると、思いは、思考は現実化するってことなのかなと思います。ただ思考してるだけでは現実化しません。その思考を具現化して具体的に歩き出すこと、自分が傷ついても失敗しても打ちのめされてもバカにされても一歩一歩をしっかりと進めることによって、自分の大切な人や自分の大切なものにたどり着くんではないかなというふうに思うんですけどもね。青臭いですかね。いってらっしゃい。